このね、源氏山葛原岡神社、いや実にねリフレッシュできますよ。会社終わった後にね、熱海とか魚民とか未来坂とかそんなところでね酒飲んでリフレッシュするよりも、まあ、そういうところで飲む金をちょっとプールして、土曜日とかにねここを鎌倉まで来て、で駅前で酒と飯適当に買って、この葛原岡神社のこの前のこのベンチテーブルのところでねこの一杯やってやった方がね、まあ、よっぽどね空気の入れ替えになりますよ。この湘南の空気ね、ほんと空気美味しいしね、今はねこの桜があっていい季節ですけどね、これ桜がなくてもねここねまったりできますからね、特にオフシーズンなら人がいない分静かで、ね、このしみじみできますよ。ここ来るまで、ね、やっぱりハードルがありますからね。だってね軽くですがね山登んなきゃいけないですからね、そこでねみんな心折れちゃったりして、それで来る人が少なかったりするんですよ。だからここにねちょくちょく来る人ってのはこのねこの山頂付近に住んでる一軒家の人々、こんなところに住めるんですからね、もう金持ちのねいわゆるねまあこちら言っちゃうんですけど上級国民ってわけですよ。だから民度も高い、まあそうなっちゃいますね。まあしょうがないですよね、収入と民度は比例するっていうことが多いですからね。だからこういうところでまったりしてね、この空気の入れ替えっていうのはいいですよ。居酒屋みたいにね、こんなゴミゴミしたね、本当にね、あっちこっちからね、このダミ声とかね、ゲハハって、ね、下品な、そういった笑い声が、いつね、空気もある、そんなところでね、安い酒に、この利益を乗せて、この高い酒を飲まされるよりも、駅前でね、もうそこそこいい酒買ってね、玄関ね、で、ここで飲んだ方がね、よく、ね、気が利いてると思うんですよ。それに時間があればね、まあ、ここはそこそこで打ち切って、まあ、こうずっと、ね、鎌倉の海の方で、ね、この眺めるって、まあ、そういった散歩もできますからね。いや私としてはこの葛原岡神社はおすすめですね。まあ、今の段階だとね私の動画はね、まあ、レベルの高い人がチャンネル登録していただいているって状況なんで、まあ、そういう方々だったら、まあ、来ていただいてもね全然ね申し分ないですよ。そういう方々だったらね本当に満足できると思います。いやー本当にすごいいい桜ですね。まあ、上野公園みたいにねこの桜のね並木をバーってこう楽しむってわけにはいかないんですがね、こう単体で、ね、そこそこねまったりして楽しむにはねこうやってねいい感じにねのんびりできるんですよ。このシュペートレーゼ、あとねもうこれだけになっちゃいました。ドイツワインってそんなに度数高くないんですね。これもねアルコール度数見えるかな9度しかないんですよ。でもこの9度のねワイン 750cc、 これ以前にもね普通に日本酒13度から14度、これ 500cc 飲んでますからね。まあこれ飲み切ったら終わりにしましょう。いや一応ね足りないと思ってねこれ持ってきたんですよ。いつものイオンのウイスキー中身はね 37.5%、 これだいたいまあ180プラスありますけどね、これの出番はないようです。これ飲むにしてもねそこにね自販機あるんでね適当にジュースで割るっていうねそういったカクテルできるんですね。これは今日はいらないですね。いやこれ飲んだらね完全に潰れます。歩けなくなります。張って家まで帰んなきゃいけなくなります。これはダメです。いやちょっとねこう喋ったらでもちょっと呂律怪しいなって感じしてますから、ね、もうギリギリですね。まあとにかくこれを飲んだら今日はお開きにしましょう。最後の1個です。こういう甘いものと酒っていうのもまあワインが甘口だから合うんですね。意外といけるもんですね。ハイカロリーなもんガツガツ食ってるとまた体を動かして山行かなきゃいけないなとか思っちゃうんですよね。この源氏山もね山ですけどねどうしてもちょっと行きたいとこあるんですよ。三つ峠、このね中央線をね中央本線をずっとねこの行って大月からまた行って川口湖の方行ってそこから三つ峠、ほんと富士山の手前、あそこはねちょっと一回行ってみたいなって感じがするんですよね。ちょっと標高も高いっていうんで寒いんでね5月6月かな、梅雨入り直前かなとは思うんですがね、それね三つ峠っていうのはねあの太宰治が富岳三景を描いたっていうその舞台ですからね、そういった意味でも一度行ってみたいとは思うんですよ。まあやっぱりとりあえずその三つ峠行くまでは死ねないですな。
一回はちょっと行ってみたいなとは思いますね。まあ、今年になるか来年になるか再来年かというか行ってみたいという気はあります。ではラスト、このねシュペートレーズのまだ残ってるかな、よいしょ、うん、からですね、ではこれをぐっと飲み干して今日は撤収いたしましょう。では最後の乾杯。はい、終わりました。では撤収して帰ることにいたしましょう。忘れ物なし。それでは撤収することにいたします。提示したいことですが、ちょっとねここの皿を1枚せっかくですから割っていきましょう。一発100円、失敗してももう一度ね買った皿なら拾って投げてよい。まあせっかくです、やってみましょう。神社のね財源にもなります。皿買いました。じゃあこれをあそこの岩に叩きつければいいわけですね。じゃあ行きますよ。ほりゃ割れました。これでちょっとは役が落ちたでしょう。いやちょっとはスッとしますね本当に、ね、いやぶっ壊すってのはいいね、これはストレス解消になりますわ。では帰りましょう。この葛原岡神社、リフレッシュポイントとして本当におすすめですね。 やばいな、ちょっと私ほろ酔いからねちょっと泥酔状態にちょっとフラッと来てるなって、なんかやばい状態ですね。今鎌倉駅へ歩いてる最中なんですが、いやー本当ねいい気分で酔っちゃってます。なんかね今カメラがあるんでね、かろうじてちゃんとは歩いてるんですかね。いやそうじゃなきゃね、まっすぐ歩くのもギリギリって感じです。本当に泥酔とねほろ酔いの中間って感じです。いややっぱりいいですな、この花見っていうのもいいですけどね、この鎌倉湘南この空気、このね人をねまったりさせる、このほぐさせるこのヒーリングのこの空気、これやっぱりたまらんですな。事業とか商売とか、まあ同じか、そうね成功したね人がねこういったところに住みたがるってのは分かる気がしますね。ここまでクリアもう安心です。あとは金払って改札通って電車乗って帰るだけです。いやなんとか無事に着きました。いかがでしたでしょうか。今日は鎌倉源氏山で花見やってみました。いや東京と違ってね本当にまったりのんびりしてていいですよ。まあ、東京だとねなんだかんだでねこのねウイルス騒動規制だなんだってうるさいですからね。いやそれにしてもね今日は本当にたっぷり飲みましたね。なんだかんだで1リットル以上ね、これ山で飲んでたらね帰り道絶対に踏み外したり転んだりしてえらい目に遭ってます。まあ、源氏山だからいいんですよ。まあ、下り道って言ってもあれただの坂道ですからね、これ以上このままくっちゃべっててもねしょうがないんで、ね、今日はねもうそこ鎌倉駅ですからねとっとと乗って帰ることにいたしましょう。私もねこのまま下手したらね、寝つぶれて変な駅まで行かないか、それが心配です。今日はこれで帰ることにいたします。飲んだくれでした。